久瀬川遭遇戦の後、徳川家康は美濃赤坂の三方陣にたどり着き、石田三成は大垣城へと帰還した。その夜、すなわち1600年9月14日午後7時、西軍総帥石田三成は全軍に移動命令を下す。目標は関ヶ原。三成は要害の地関ヶ原に東軍を誘い込み、一気に包囲殲滅戦と図ったのである。西軍諸隊は雨の中松明を消し、声を殺して敵に悟られぬよう関ヶ原へ移動した。西軍関ヶ原へ移動中、この知らせは翌9月15日午前2時家康本陣にもたらされた。家康には三成の戦術は読めていた。しかし城攻めより野戦を得意とする家康にとって西軍の動きは願ってもないものだった。今まさに史上最大の合戦が始まらんとしていた。三成殿、豊臣家安泰のため力を尽くしてくだされ、お頼み申します。はっ。家康めに味方する者はどれほどおる。これをご覧ください。政略をお決めくだされ、ここに以前お決めになられた策がございます。
お見事な策かと。こたびの一戦に出陣させる者はこれでよろしゅうござりますか。これならば必ず勝てましょう。ご出陣の手はず、これでよろしゅうござりますか。うん、これより出陣いたす。これほどの部隊にこれほどの軍勢を集めるとは、我が殿にしては上出来しよう。まあな。それがしはあの時家康を討ち果たしておれば、かような戦を起こさずとも済んだもの。闇討ちや小競り合いなんぞで家康を倒したとあっては、
我らの義が立たぬ。正々堂々の戦いで家康を討ち取ってこそ義を貫けるというものよ。夜襲は卑怯。正々堂々の戦を挑むと申して、暗お人は老の策を採用されんじゃった。三成とはそういう男です。許してやってください。大谷殿はなんでそれほどまでに暗お人に尽くすのでごわすか。私と三成には因縁がございまして。義兄心にごわすか。そういえば九州で助水殿が兵を挙げたとか。皆が豊臣徳川の争いに気を取られている隙にわしは九州をいただくとしよう。今しかやつめ、軍議に参りもんぞ。どうなされた、小早川殿。少しは落ち着かれたらどうか。それがし、ちと考え事をしておった。考え事よもや大恩ある豊臣家を裏切るおつもりではありますまいな。うん。亡き太閤殿下のお甥御様がいけませぬな。やお、貴公ら。早よ軍議に参らぬか。そのようなところで何話してはるんや。あの二人、家康に通じているとの風聞ございます。裏切ると申すか。我らに誠意があることぐらい小者たちでもわかるであろう。それでは軍議を始めるといたそう。敵の布陣は。物見の報告によりますれば、敵布陣はこのように。我が軍の布陣、作戦はこのようにしたい。
この布陣でごわしたら敵を打ち破れまそう。見事な作戦にございます。軍議はこれまででございましょうか。太閤殿下の威名に背く大恩の者どもめが、三成が一人残らず成敗してくれる。